日高さんのおうちでラジオアット you YouTube! 皆さんお元気ですか日高のりこです。新年度が始まって2週間経ちましたね。環境の変化には皆さんもう慣れましたか私はね、環境の変化そんなに実はなかったの。引き続きっていうものが多かったりとかして、ここからね、新年度ですよって、新しいスタッフの方と新しいお仕事を始めるっていうのは、もうちょっと後からになりそうな感じになっております。 えー、最近の私といえばですね皆さん X に私が投稿しましたあのセルボさんから頂い,いた変形するドミネーターを持った私の動画ご覧いただけましたでしょうかドミネーターが「ハッシュタグドミネーター」を使ってみましたっていうことでやらせていただいたんですけど本当によく動くのねびっくりしちゃって私。 見てたんですよ。サイコパスの舞台とかでね。その役者さんたちがステージ上で使ってるのは見てたはずなのに、やっぱりこう、人が使ってるのを見るのと自分が実際に手に持ってそれが動くのとは全然違うんだっていうことで。いやー、興奮してしまいました。で、なんといってもですね、ドミネーターもそうなんですけども、この入っているケースがめちゃくちゃかっこいいんです。本物っぽくて。 アニメと同じっていう感じで,で、シリアルナンバーも入っているから、ね私だけの番号っていうことじゃないですか。だからなんかこう高まっちゃうところがあってね、ものすごくね、興奮してしまいました。<laughs> そして、あとね、先週末になるんですけれども、柳井恵子さんのね、8年ぶりのワンマンライブに遊びに行ってきたんです。 であの柳井恵子さんっていうと私の40周年記念のドラマという曲の作詞作曲をしてくださったりとかあと「あのクマに蚊」蚊に蚊じゃない蚊に食われるよりましじゃなくて「クマに噛まれるよりまし」ね。<laughs> 蚊にね食われたってそんな怖いことないですもんね。ね。「マに噛まれるよりまし」とかあとあの私の YouTube チャンネルの方をご覧いただくと。 隣のトトロ全部やってみたっていうのがあるんですけど、私と柳井さんで全ての楽器を演奏して歌も歌ってるっていうのがあって、ねそんな風にコラボをさせていただいたりとか、まあ、他にはですね、あの、バナナフリッターズのね、まあ、そもそもの出会いがバナナフリッターズだったんですけれども、 セガさんのスーパーモンキーボールというゲームの主題歌をバナナフリッターズが歌うことになって、その歌の作詞作曲を柳井恵子さんがしてくださって、ソロレコーディングでっていうのが初めましての出会いだったんですけど、それから、えー、バナナフリーはですね、恋するバナナアナと、えー、ハローバナナとね、2曲レコーディングさせていただいて、 いやー、あと、あれですよね、あの、私の40周年記念の配信ライブの時にもね、コーラスで参加してくれたりとか、本当にそういう意味では縁の深い矢内恵子さんなんですけれども、 8年ぶりなんですって、こう人前で有観客で歌うライブっていうのがね、まあ私はそれがすごくあの驚いてしまったりとかしたんですけど、やっぱりその柳井さんの歌声であるとか、あとその柳井さんの楽曲のその世界観であるとかね、で、あとはその柳井さんが お好きなんだろうなという感じのこうストーリーと歌とのねコラボというかえそういういろんなコーナーが盛りだくさんでえ演奏はですねキーボードの方とそれからバイオリンの方とあとあのボーカルが柳井さん柳井さんはギターもね弾くということでギター弾いてる柳井さんを拝見したのは初めてって感じだったんですけどなんかねいろんなことにチャレンジしてるなと それから、えっと、久しぶりに声が歌声が聞けて嬉しいなっていう懐かしい気持ちとそれから新しいチャレンジをしてる柳井さんに刺激をもらうっていうね両方がこう私の中にあって。 すごくねいい刺激になったライブでしたえ柳井さんが作ってくれた楽曲はあの音楽配信サイトでも聴けるんですけれども私の公式 YouTube チャンネルではドラマと「クマにかまれるよりマシ」の MV も配信してますのでぜひこちらもご覧になってくださいね日高さんのおうちでラジオおうちでラでラジオ では、皆さんからのメールを紹介します。今回のメール募集のテーマは、春の足音です。皆さんが春を感じる瞬間や、お住まいの場所で見つけた小さな春、地元のお花見スポット情報を紹介します。えこちらは青森県の抹茶うさぎさんから。 今回のトークテーマ、春の足音ということで、こちらはまだ桜は咲いておりませんが、さすが東北え。今年の開花予想が4月中旬なので、次の放送の頃には咲いてるかな。桜大好きなので、とても待ち遠しいです。桜はまだですが、積もっていた雪が溶けて、吹きの塔が芽を出していたり、庭のクラッカスが咲いていたり、私の周りにも春が来ています。って。そうそう。 寒い地方はね、その雪が、こう、降る地方は、その雪の下で眠っていたクロッカスや吹きの塔が、こう、目を出してくるっていうところで春の訪れを感じるっていう、なんか素敵ですよね。なんか、本当に。 ほら、もうすぐ春ですねっていうキャンディーズの歌にもね、雪が溶けて川になって流れていきますっていう歌詞があったというように、やっぱりこの雪解けとともにこの春の訪れを感じるっていうのがね、すごく素敵だなと思いますね。えー、長野県の南風さんから。 私の住んでいる長野県は前回の放送後に桜が開花しました。私の家の周りにはしだれ桜やソメイヨシノとかがあり、歩いてもお花見ができますし、自宅の裏庭から工場の敷地内に植えられている樹齢が100年以上のしだれ桜も毎年力強く咲いています。そうやっぱ やっぱり桜素敵よねしだれ桜も絵になるもんね樹齢が100年なんてすごくない本当でも私ね樹齢100年って本当になんか時代をねの移り変わりをすべて見てきた木みたいな感じでものすごくなんか神秘的な ものを感じていたんですけど私の父が90歳になってあと10年たったらもう100歳でいやもう <laughs> なんて言うんでしょう人として生を受けて100年っていうねいやーなんか。 すごい息が入ってきたなと思って、いや、ほんと樹齢100年のね、桜のようにね、元気にね、ずっと咲き続けてほしいなと思いますけど。大阪府のチャチャチャの茶太郎さんから、春になると独特の匂いがします。この匂いがすると春だなって気がします。多分、草木の芽吹く匂いだと思うのですが、日高さんは嗅いだことありますか 言葉にしにくい匂いで何とも言えない香りなのですが、この匂いがすると本当に暖かくなった証拠ですって。 ええー。あのね、残念ながら、その都会ではね、その春の香りっていう、草木の芽吹く香りが感じられるっていう経験ないですね。でもきっとね、土の匂いだったりとかもするんでしょうね。私は、雨が降った時に、なんかこう、草木からこう湧き立つ匂いみたいな雨の匂いっていうのはすごく好きだったりとかして、自分の中では、あの、自然の匂いが一番感じられる瞬間 ななんんだて思ったりとかするんでするでよね特に東京でいうと山手線の原宿駅は明治神宮が裏側にあるので雨の日などはちょっとこうホームに降り立つとねなんかこう草木の香りがねこう漂ってくるんですねでそれでなんとなくその雨の日はあんまり好きではないんだけれどもその草木が香る香りが感じられるのがいいところだなと思ったりとかしていやでも芽吹く香りってわからないなどんな香りなんだろう私も嗅いでみたい えー、埼玉県農んのパパさんから。 私が春を感じるのは、スーパーの入り口に並んだごの値段が安くなった時です。一パックが300円から400円台になるとついつい買ってしまいます。500円以上だとなかなか手が出せませんね。ご狩りにも行きたいなーって。そう。ごってなんか可愛らしいから、すごくなんか春を感じさせるね。果物っていう感じがするけれども、本格的な春になるともうごは終わりの季節になるのね。でもその、本格的な春の前にストロベリーフェイス フェアとかがいろろんなところで開催されてそのいちごをモチーフのそのケーキが増えたりであるとかそれからコンビニでもスイーツが並んだりだとかあとはフルーツパーラーとかのいちごパフェだとか何 <laughs> かねそのいちごフェアって見るとねなんか私はちょっと早い春を感じたりとかしますね。 えー、こちらは京都府のケロリンさん。夫婦でツーリングへ出かけられるようになることですね。冬はさすがに寒くて乗ってくれないんですけど、暖かくなると乗ってくれるようになるんです。でも夏になるとまた嫌がるので、この短期間が勝負なんです。行き先はとにかく山。人が少ないところへ行って癒されに行くのが好きです。でちょうどこの、 心地よいツーリング日和が訪れると春ってのまたいいですよね。夏場暑かったりとかするもんね。いやー素敵。気をつけてお出かけください。兵庫県のこたはなまるさんから。 私が感じる春の足音は、実家の風景が浮かんできます。春になると、あちらこちらで、わらびがニョキニョキ伸びてきてて、指で簡単に折って取れるのですが、そのポキッの音がとっても、キレが良く爽快感なんです。まだ寒さも残っているものの、春が来たんだなぁと感じます。って。そうかそう。春は山菜採りって言うもんね。 こちらは大阪府の島さんからやっぱり真新しい制服やスーツを着た新人さんたちを電車で見かけた時でしょうかね当時の自分を思い出しこの光景はいつになっても変わらないなぁと混み合う電車内で「頑張れフレッシュマン!」なんて毎年春を感じております。 そうね、そうね。あの、お母さんに手を引かれたね、初う々うしい幼稚園の,あの入園式に迎えるおちびさんたちを見てもそう思うよね。茨城県の七夜の願い星さんから、スタバで桜シリーズが始まった時です。スタバはちょっと早めの2月中旬頃、桜が始まるので、まさに足音って感じです。行きつけのスタバに行って、今年もお帰りって気持ちで飲んでます。ってそうカフェの飲み物ね、に桜シリーズが出てくるのもそうですし、 あとはなんかそれだけじゃなくって桜の香りのあのハンドソープだとかシャワーソープだとか化粧水だとか紅茶だとかいろんなところにその桜の香りが溢れてきてなんかこう街中がピンクに染まるみたいなね今年も桜始めましたみたいな感じの出題ができてきたりとかするとすごくこう春を感じたりとかしますよね。 洋服屋さんのショーウィンドウとかもそうかもしれません。岡山県のたかしさんからおすすめの花見スポットはやはり地元で定番の後楽園と、これは静谷学校でしょうか静谷学校。ニュースの開花情報でもいつも取り上げられていますっていう。そうね。やっぱりこう、地元でこう桜の名所と言われるところ、そこはやっぱり やっぱり素敵な、ね、なのねんかこう人が多いんじゃないかと思ってこう足が遠のいてしまいがちになったりとかするんだけど私の実家のある千代田区でも。 千鳥ヶ淵とかがね、すごくなんか桜の時期はものすごい人混みになったりとかするので、最近は全然行ってないんですけどね。愛知県のこちらは雪猫さんから、お休みの日によく公園を散歩するのですが、ほうほけきょと、うぐいすの鳴き声が聞こえてくると、春だなぁと感じて癒されてます。桜やチューリップなど、色鮮やかなお花たちにもほっこり。 春って外を歩いているだけで嬉しくなれる季節ですよね。3月中旬頃から仕事が忙しく、4月に入ってもバタバタで毎日ひーひー言ってますが、なんとか乗り切ります頑張る かっこ笑いと書いてありますけどそうねやっぱりこう新年度忙しくなっちゃうのかなねそう花たちでこう春を感じるっていうのもねいいですよねあのチューリップの休行植えるにはやっぱり2月ぐらいに植えた方がいいのかなそうすると春に咲き乱れるっていう感じになるのかしらねなんか時々こう X とか見ていてもこの時期だからチューリップの休行植えました春が楽しみとかちょっと夏の前ぐらいに朝顔の種を植えました夏が楽しみ とかね、なんかそういう、えっと、野菜とか、それからお花とか、家庭菜園や、お家の何ちょっとした花壇みたいなところでね、こう、自分の中でこう、春を演出していくっていう方を見るとね、素敵だなって思ったりとかします。その季節で終わってしまう花を育てるっていうのも、ね、季節によってこう、花を植え替える楽しみがあって、いいかもしれませんね。え、滋賀県のロプロスさんから。 春を感じる瞬間は、桜もそうですが、つくしを見つけた時です。先日、野原一面につくしを見つけました。つくしが入るんだ、いいね。もうなんだろうな、つくしを見つけてこう春の訪れを感じるなんて、私もう本当にね、つくしもそうだし、わらびもそうだし、ふきのとうもそうだし、たらのみもそうだし、全部ね、スーパーで感じてるって感じだから。 生えてるところにはねやっぱりなかなかお目にかかれなくってまあこれがちょっと東京育ちの寂しいところではありますよね素敵って思っちゃう自生しているつくしとかなんか元気が良すぎてあく抜きとかすごく大変なんだろうなとか思っちゃったりもするけどお花だけじゃないのよね本当至るところでね本当になんか春が そこ,ここに溢れててるって感じがしますねで春が山菜の季節なんだけどねだからなんかそうそれで山菜食べたくって春に山菜そばとか食べたりするんだけどでもなんかお店で食べる山菜そばは水煮だったりとかするし一年中あったりとかするからその春にとれたものじゃないのかなって思ったりとかしてやっぱり天ぷらとか出してるところで食べるのがいいのかな。ね、え長野県のトゥルーラブさんから 家の中からファンヒーターが消え、ダウンジャケットが消え、土鍋が消え、スタッドレスタイヤが消え、冬の生活必需品たちが一つずつ片付けられていくと、雪国では春が駆け足でやってきます。 春夏秋冬で言うと信州は圧倒的に冬が一番長いので本当に春が待ち遠しいですだから自分は季節の中で春が一番好きですねお花見に行くと屋台の焼きそばとか唐揚げとかかき氷とかどうしてあんなに爆買いしちゃうんでしょうそしてどうして食べられちゃうんでしょう桜マジックですかね恐ろしいって歩きながらちょこちょこ食べるのが楽しいからじゃないねえ 私はね、今年は本当、なんかお仕事に行く道すがらの桜の木でお花見しちゃったっていう感じで、スタジオの近くのね、あの、X の方にも、インスタグラムの方にもあげたので、 ご覧になっった方ももいらししゃるかもしれませんけどでも本当に綺麗だった今年ね新宿御苑東京で言うとねあの新宿御苑でとても有名なところがあるんですけれどもその新宿御苑の桜を見に行ってとても綺麗だったもう圧巻だったっていうその感想をね複数の人から聞いて私その新宿御苑で桜を見るってしたことがなくてただ一度ねクールジャパンのナレーションで「 外国人人観光客の人気スポットとしてベスト10に入ってるってことでそれはやっぱりあの四季折々美しいからっていうことで中でも桜の季節がっていうことで映像では見たことがあるんですけど生で見たことはなくってね機会があったら来年はちょっと訪れてみたいなって思っているところです。 えこちらは、香川県の高山さんから、香川県の立林公園では、桜の季節と秋の紅葉の季節にライトアップしてくれるので、子供たちと夜の探検をしたいと思います。最近、6歳の息子と4歳の娘の喧嘩にイライラして、理不尽に怒鳴ってしまいました。大好きな子供たちなのに、感情をコントロールできない自分にもやもやです。 のんこささは自己嫌悪になっった時どうやてて復活されてますか何かいい方法があれば教えてくださいっていうことでまあでもね自己嫌悪に陥ってしまう時っていうのはやっぱり自分の心が健康でない時っていうのが多いんじゃないかなと思って心が健康であればそんなにイライラすることもないしだから疲れてる心だけじゃなくて体も疲れてる疲れてる時になんか怒らなくてもいいことで怒りっぽくなってしまったりとか自分の感情のコントロールが難しくな なってきたりとかあとやっぱりこう春で急に暖かくなってきた時にその自分の体がねその温かさその体の衣がえっていうのかなで体がちょっと追いついていかないところもあってそういう時に疲れやすくなって、まあ、イライラしがちだったりとかいろんなことがあるのかもしれません。でもまイ、あ、イライラするっていうことは、まあ、満たされれば 治るのかなって私は思ったりとかして、とにかく、まあ何か飲みたい、何か食べたいみたいな、あの、ものをえ自分に与えて自分のご機嫌を取るみたいな感じですかね。今自分は何を欲してるのかなみたいな感じで、えー、睡眠が欲してるんだと思えばちょっと早めに寝てみたりとか、できる時にはお昼寝をしてみたりとか、早くお仕事上がれるんだったら早く上がって家でゆっくり休むとか、あとはそのお風呂屋さんに行ったりとかね、サウナに入ったりとかでリフレッシュしてみたりとか、 you <sighs> これからだとこう暖かくなってくるとね、あれですよね、区民プールとかね、その街のプールとかで泳いでみたりとかするのもいいかもしれませんよね。何かするとこうスッキリする、汗をかくとスッキリするっていうのもあるかもしれませんし、そういうような気分転換の方法をいくつかね、自分の中で試してみるのがすごくいいんじゃないかなと思います。あとはもう、なんだろう、やってしまったことはね、自分の中でもう取り返せないことだったりとかするの、やっちゃったことはやっちゃったことだったりとかするので、その分ね、あの 倍お子様たちを可愛がってあげればいいんじゃないかなというふうに思いますよ。さあ、ということで次回更新分のメール募集のテーマは、もやもやです。 皆さんが最近モヤモヤしていることを教えてくださいなんかくだらないことでも全然構わないんですなんかこれちょっと私モヤモヤしちゃうっていうなんでこんなことにもやもやするのか分からないけどもやもやしちゃういやこれははっきり原因が分かっている毎回こういうことになるとモヤモヤしちゃうでもいいし納得できないでもいいしそんな感じでメールをですね送っていただければと思いますあとそのモヤモヤの解消法がある方はですね一緒にそのモヤモヤの解消法も送ってきてください はい。メールの投稿は、のりこひだか .com のトップページにあるメール投稿フォームのリンクバナーからお送りください。今回もたくさんのメールありがとうございました。うおでう最後にお知らせです。 え、ファミリーマートの店内放送、提供平成大学のここがすごいのナレーションを担当しています。え、昨年が山口カッペイくんだったということで、カッペイくんからバトンタッチしてもらいまして、今年はですね、私が担当しております。気づかれた方いますでしょうか 私はね、まだね、自分のナレーションに遭遇したことがないんですけど、ぜひ皆さんちょっと、あの、1時間に1回は流れているという情報もあるので、聞いてみてくださいね。えー、それから今週4月15日月曜日から19日金曜日の5日間にわたって、日本経済新聞有刊の連載コーナー、心の玉手箱に、 インタビュー記事が掲載されていますえ。大切にしている品物にまつわる思い出や人生について振り返る連載企画にお声掛けいただけまして取材を受けました。私が選んだ大切なものは何なのか。もしかしたらね、皆さんも覚えがある聞いたことあるっていうお話も出てくるかもしれません。えー、ぜひ、紙面の方でご確認ください。 そしてこの後更新されます、日高のりこオフィシャルメンバーズ、スマイリングの皆様だけが聴ける、日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、昨年に続いて出演させていただくことになりました、大阪コミコンと、まもなく公開される海外ドラマのことを、どこよりも早くお知らせします。 今回もお聴きいただきありがとうございました。いやあ、暖かくなってきて本当に気持ちいいですよね。皆さん外に出て歩きましょう。<laughs> お相手は日高のりこでした。それではまた次回。バイバイ。日高さんのおうちでラジオアット YouTube。You